皆様こんにちは、クルーズの豊かクラブでございます。本日は当社クルーズツアーに同行した添乗員の声を紹介いたします。エズメラルダ号で行く古代エジプト文明への旅、悠久のナイル川クルーズ。弊社で8年ぶりに企画したナイル川クルーズ、ベストシーズンのこの時期に2014年就航のエズメラルダ号で古代エジプト文明を旅しました。今ツアーは古代エジプト文明の遺跡を訪ねることはもちろん、エジプト料理、自然、エジプト人の気質などガイドブックにはないエジプトを実際に見て、聞いて、味わって、そして触れ合って、エジプトを直に感じていただきたいツアーとして企画いたしました。暑い国のイメージがあるエジプトですが、北半球ですので12月から2月は日本と同じ冬です。夏は優に40度を超える南の町アスワンですら、この時期朝晩は冷え込み7から9度という気温となり、暖かい上着が必須です。日中でも日陰に入ると肌寒いくらいの気候に、ご参加の皆様は驚かれていました。これは実際に現地に来てみないと想像できないことです。観光ではエジプトといえばピラミッド、今回のクルーズでは8カ所の古代エジプトの神殿、総祭殿やその他の遺跡、モスクなどを観光しましたが、一番印象に残った観光地はどこかということでお尋ねしたところ、全員がクフ王のピラミッドに入ってみたこと、そしてピラミッドを背景にラクダに乗ってみたことなどを挙げられていました。観光としては1年間で一番ベストなシーズンでしたが、幸いどの観光地もスムーズに観光ができました。また北海岸線を越え、スーダン国境近くのアブシンベルの遺跡までは片道3時間、果てしなく広がるヌビア砂漠を陸路で制覇しました。ルクソールから乗船しアスワンまで4泊したエズメラルダ号は、お部屋も広々と快適で、クルーやウェイター、スタッフの温かいホスピタリティで、とても居心地のいいクルーズ船でした。ナイル川の両岸に続く夏目ヤシやサトウキビ畑の風景をのんびり眺めながらの午後のティータイムの時間や、民族衣装を着てのガラベーヤパーティーではグループ一丸となってゲーム大会を楽しみました。食事も美味しく、特に朝食では私たち日本人グループのためだけに、ご飯、お味噌汁、厚焼き卵や酢の物、おひたし、魚のかす漬けなど和食を用意してくれ、お味や内容も見事なものでおもてなしをしてくれました。エジプトに来る前は食事の心配をされていた皆様も、実際には素朴ではありますが素材が新鮮で味付けも口に合い、おいしいおいしいという言葉を連発されていました。またエジプトの地ビールやワインが予想だにせず飲みやすく、これもまた堪能されていらっしゃいました。クルーズ乗船前や下船後のホテルは、ピラミッドが目の前のホテルやナイル川沿いのホテル、アガサクリスティゆかりのホテルなど、ゆったりとご滞在いただきました。民芸品の市場では値段交渉合戦の買い物も、慣れると面白いいい経験だったのではないでしょうか。エジプトといえば、これまではテレビやガイドブックの世界の国、またどことなく危険や怖いというイメージをお持ちになられていたご参加の皆様も、今回のクルーズを通じてエジプトの魅力に取りつかれたことと思います。ナイルに沈む夕日を眺めながらの旅、ぜひ一度ご参加されてみてはいかがでしょうか。その他添乗員の声を公式ホームページに掲載いたしております。ぜひご覧ください。また弊社店舗内にて、日本丸やパシフィックビーナスの公式オリジナルグッズや旅グッズを販売いたしております。お気軽にお問い合わせください。